ないんだよね、多分これ。あるんだったらオタクの技術権の行使された数みたいに発表してるはずだから。じゃあさ、今みたいな公開しないやり方でね、今、東京電力の採用サイトに載ってる求める人材像のにある 4点目、相手の立場に立って分かりやすく伝えるってあるけど、毎年毎年のあのひどい株主総会で、お客様、被害に遭われた方々やお客様、社会の皆様の声に耳を傾け、迅速かつ積極的に分かりやすく情報をお伝えし、理解を得ることができる人材がやってる株主総会があれなんですか？ねえ。はい。本当にそう思ってんの？本当にあれがそうだと本当に思ってんの？申し訳ないんですけれども、やはりその、まあ、当社の考えとしてはですね、株主様のプライバシーを守るお前